はい、NHK をぶっ壊すということで、2022年令和4年7月27日お昼1時43分です。ツイッターでは書きましたが、どえらいニュースが飛び込んできておりまして、なんとですね、日本を牛耳っていると言っても過言ではない電通の本社に東京地検特捜部が強制捜査に入ったと。これはですね、もちろんわからない人が圧倒的に多いと思いますが、できるだけ、電通のことや、どうして日本で一番力があるのが電通という会社なのかについて、元 NHK 職員として、そして元国会議員として、そして現職のですね、国政政党の党首として、あまり詳しくない人に分かりやすく解説をしていきたいと思います。もちろん私の解説すべて正しいわけではないので、疑問に関したところは調べていただきたいと思いますし、コメント欄にでも書いていただければと思うんですが、この事件は、一方の動画で収められるレベルの事件ではありませんので、まずはこの事件の全体像とか、日本の政治とメディアとお金持ちの関係性などについてお話をしていきたいと思います。で、今回ですね、高橋春之さんという方のお家家宅捜索されております。この高橋さんというのはですね、電通の専務をしてたのかな、このような形、今は顧問ですかね、高橋春之さん、1944年生まれの78歳になるのかな。高橋春之さんでウィキペディア出てきます。現職は電通の顧問なんですが、東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の理事をされていたということで、これがみなし公務員とされて、今回はこの高橋さんがですね、青木という紳士服の青木から4500万円ほどのお金をもらっている、それが贈収賄に当たるのではないかという嫌疑がかかり、電通本社や高橋さんの自宅に家宅捜索が入っている。で、東京地検というところがやってます。警察じゃなく、いきなり検察が行ってるという事件なんですが、この高橋さんを語る上で、実は ISL というですね、日本人の人が聞いたことがないような会社だと思いますが、ウィキペディア出てきます。ISL。正式にはインターナショナルスポーツ&レジャーという会社の略で、インターナショナルスポーツ&レジャーで ISL という会社がありました。これは過去形になります。ウィキペディアからちょっと紹介いたしますと、ISL はスイスに本社を置いていた国際スポーツマーケティング代理会社である。国際サッカー連盟 FIFA と密接な関係にあった。これは過去形なんですが、要はこのですね、ISL という会社は、2001年かな、ね、2001年に倒産してます。1億5300万ポンドの負債を抱えて、経営破綻しております。2001年というのはもう今から21年前ですが、この頃というのはまさに日韓ワールドカップサッカー、日本で開催する予定だったワールドカップサッカーを日本と韓国の共催にしようとしたのが、実はこの高橋さんだと言われています。少なくとも ISL という会社で、この ISL という会社は電通と別の会社が、外国の会社が共同出資して作った会社で、この ISL にこの高橋さんが深く関わっていて、この ISL という会社はもういわゆる賄賂、このウィキペディアの情報で言うとですね、IOC との関係、解消や高く経営が裏目と出て経営悪化、2002年 FIFA ワールドカップと2006年 FIFA ワールドカップの放送権ビジネス不調が決定打となり、いわゆるうまくいかなかったんですが、2001年に約1億5300万ポンドの負債を抱えて経営破綻した。スイスツーク州の検察官によると、4年間の、調査による2008年、
元議長ジーク・マリー・ウェーバーを含む全 ISL 役員6人が、詐欺、横領、文書偽造などの容疑で訴えられた。つまりこの ISL の役員6人の中に高橋さんが入っていると私はそう見てます。ちょっと確実な証拠はないんですが、まあ、証拠の記録はないんですが、もう ISL といえば高橋さんなんですよ。でなぜ ISL といえば高橋さんかとこの言い切れるかというと、2001年 ISL が倒産した時に私は何の仕事をしてましたか。皆さん、私は NHK におりました。 NHK のスポーツ報道局、スポーツ報道センターというところでまさに電通と戦っていて、実は NHK はその後電通に負けたんです。これ衝撃的なタイトルですが、 NHK は電通と戦って負けたんです。ただ負けたのは2005年とか6年です。私が NHK を辞めたのは2005年ですから、私が辞めてから NHK は電通と戦って負けましたが、この当時は電通に戦って勝てたのは NHK だけなんですよ。電通というとてもとても影響力のある会社と戦って勝てたのは NHK だけなんです。ちょっとそのメカニズムについてお話をしていきます。 NHK という会社だけは商業主義ではありませんでした。これはもう過去形と言ってもいいでしょう。 NHK と民放というのは常にお互いを意識しなければいけないというような関係にあります。というのは民放というのは株式会社ですから、商業主義、つまりお金を儲けなければいけないという主義と情報主義が相反するんですね。お金儲けをするためにやらなきゃいけない、でも情報を出すという主義とこう相反してるっていうのは、まさに今三木谷さんというね、楽天の会長兼社長の人が実際悪いことしてるわけですよ。まあ悪いことって犯罪に当たるかどうかは微妙なんですよ。お金で未成年の、まあ、ロシア人とかウクライナ人をお金によって回収してるとか、その情報ですね、この情報は国民の皆さんが知るべきですよね。でも商業主義っていうのがあるので、文春ね、株式会社文言春秋社が出してるんですが、文春は三木谷さんの不正について情報を出さなきゃいけないという真実を伝えるっていう主義がある一方で、三木谷さんからたくさんお金をもらっている、スポンサー料っていうかね、たくさんお金もらってるんですよ。だから、三木谷さんのことは書けないんです。これ民放も同じで、今TBS ドラマやってますね、日曜日の夜、オールドルーキーっていうね、綾野剛君が出てる番組、あれも TBS は商業主義なので、本来綾野剛君が引行したっていうことを言いたいんだけども、言わなきゃいけないんだけど、スポンサーである電通やこの民間企業からね、圧力がかかるわけです。お金儲けができないから真実を伝えないっていうことが起こってるわけですね。でこれを防止する装置っていうのが NHK なんです。NHK は商業主義ではありません。つまりどういうことかというと、 NHK はお金を儲けるための会社ではない、組織ではないので、だから受信料制度を取ってるんです。民放のスポンサーは当然こういう大きな企業になります。電通を経由して企業がスポンサー料を払って、電通経由でテレビ局や雑誌、文春に流れていくという流れなんですよね。ところが NHK の場合はこういう代理店を経由せずに直接国民からお金を受け取る。しかも大金持ちも貧乏人も1ヶ月2200円を受け取ることによって民放と戦うことができるというか、民放や文春の不祥事に対して商業主義がないために情報主義だけで戦えるっていうのが NHK なんです。ここを全然誰も言わないから私が説明してるんですよ。というのはテレビに出ているコメンテーター、あの人たちも情報主義と商業主義で揺れるわけです。当然本当のことを言うと二度とテレビ局呼んでくれません。そうなるとコメンテーターお金入ってきません。だから本当のことを言うとテレビ局が困る、つまりスポンサーが困る、電通が困るようなことは言わない人が今テレビに出演してるわけです。
ということで、NHK の役割というのは非常に大きいんです。お金持ちに屈しないために受信料制度を設けているわけですね。だから NHK も戦ってました。電通に唯一物を入れる、それが NHK という組織だったんですね。私もその一員として電通と戦っていました。ところがですよ、もう NHK の職員が、また国民の皆さんが本来の NHK の役割を知ることなく、自分たちの給料を上げる、ああこれ、自分たちの給料を上げることとか、自分たちの不祥事をもみ消すために、まあ要はもう電通に最終的に負けちゃったんですが、この戦ってる時ってどういうことをしてたかっていうと、このまあ ISL っていうところがワールドカップサッカーの権利や、あ、いわゆるスポーツ、いわゆるテレビで放送するための権利ね、であったりとか、オリンピックの権利とかを一手にここが受けてたわけですよ。でそうすると間にこういう会社が入ると、直接買うわけじゃないから真ん中にここの利益が入ってくるので、国民にとっては損ですよね。オリンピックを見る価格が上がってしまうから、 NHK は電通を飛ばすっていうことをやってきてたんですよ。その最たる例が、PGA ゴルフです。アメリカのゴルフツアー、僕がいた頃は丸山茂樹さんなんかがね、すごく活躍してました。もちろんタイガー・ウッズもその頃からすごかったですが、実はアメリカの PGA ゴルフっていうのを電通が昔持ってました。しかし NHK が、まあこれちょっと商業主義に走ったことが NHK の原因なんですが、アメリカのゴルフ、アメリカの野球、アメリカのバスケットボール、アメリカのアイスホッケーね、あとアメリカのバスケットボール、4大大会ですね、 NLB、NFL、 あ、フットボールですね、でバスケットボール、アイスホッケー、ゴルフ、まあ5つ、ゴルフも入れて5つ、アメリカのメジャースポーツを NHK が買ってきたんですよ。それまでは電通が持ってたんです。もう大昔に、月曜日の8時ぐらいにフジテレビがアメリカの大リーグの録画をしてたのって、覚えてる人は覚えてると思うんですけど、要は電通というのは、そういうスポーツのエージェントというか代理店をしてるところでもあるんです。広告代理店だけじゃなくて、でゴルフについては、まあ、野球もゴルフも、アメリカの野球もゴルフも電通から NHK は取ろうとしたんです。ところが電通が謝罪に来て、まあ、謝りに来てっていうか、もう勘弁してくださいと、とにかくゴルフと野球どっちか一個置いてくださいっていうところからスタートしてるんです。その時に NHK は、じゃあ分かった、大リーグは電通がこれまで通りやらせてやるから、ゴルフは NHK に任せろということで、 NHK はマイコ、マイコってもうなくなってると思いますが、国際メディアコーポレーションという子会社を作って、電通と同じ仕事をさせたんです。で、その後大リーグがすごく人気が出ました。このまだ NHK が電通から放送権料、アメリカのスポーツの放送権料を引っぺがした頃っていうのは、まだ野茂英雄さんが大リーグに行ってなかったので、その後大リーグ中継、いわゆる MLB っていうのがすごく伸びて、 NHK の収入に貢献したんです。アメリカの野球をやれば BS アンテナを立てる人がボンボン出てきたんですね。1996年から8年ぐらいの間だったと思います。野茂投手が行ったのはそれぐらいだったと思います。電撃的でしたよね。近鉄から大喧嘩して、ダン野村さんというのね、あの野村克也さんの息子さんかなを使ってドジャースに電撃移籍したと思うんですけど、まあ、あの当時 NHK の BS っていうのはそんなにまだ契約者がいなかったんですが、アメリカのその大リーグ中継をしたり、ワールドカップサッカー、これは、1998年ですね、フランス大会だと思いますが、ワールドカップサッカーをしたらすごいまた人気が出たんですよ。で1998年の次が2000、まさに2年の日韓ワールドカップサッカーというところで、うわーってその100倍ぐらい放送権料が確か上がったと記憶しています。まあいずれにしても NHK は電通と戦っていて、その大リーグ中継に関しても電通から NHK は引っ張らそうとしたんですよね。それぐらいやったんですよ。
ところが電通が、いやもう本当勘弁してくださいと。当時の電通のですね、テレビ局長が海老沢勝司さん、 NHK の当時の会長の自宅前でまで来て土下座をして、大リーグ中継については、大リーグの放送権については電通に残してくださいと頼み込みに来たと海老沢さんが言ってました。で、その時に電通はこういう条件をつけたんです。放送権料、その代わり、まあ、NHK、海老沢さんは、すごいこれ2倍ぐらいに上げたいと言ってたんですけど、放送権料ね。電通が勝って NHK に売るわけですよ。もともとは、MLBI っていうね、アメリカの大リーグの機構が持ってるものを電通経由で買うんですけど、電通がね、確かね、MLBI という組織から、5年契約だったと思うんですけど、2倍ぐらいで買ってきたんですよ、勝手に。これ NHK に、最終的なエンドユーザーである NHK に許可もなく2倍ぐらいで買ってきたんです。でこれに対して海老沢さんが怒って、2倍では絶対買わないと言って、確かね 1.5 倍ぐらいで落としたんですよ。つまり電通大赤字なんですね。でこういう戦いをしてたんです。電通に対して儲けさせないぞということで 1.5 倍で電通に大赤字を食らわせたんですが、ところが電通はこれ賢くて、この後何をしたかっていうと、この頃からバーチャルといって球場にない看板をモニター上に映すことができたんです。で、そのこの赤字をですね、なんと電通はアジア、まあ、ちょっとあんまり難しくてもしかないんですけど、アジアフィードといって、例えばイチロー選手の映像とかそういうのも全部アメリカの MLBI が作ったものをアジアに向けて発信するんですよ。日本とかね、まあ、台湾とかもちろん韓国とか、そこに勝手にコマーシャル載せるんですよ。バッターとキャッチャーがこう打つって、ピッチャーとね。そうするとこの辺、テレビでいうとこの辺のネット、バックネットが開きますよね。右バッターの時この辺開きますよね。こっちにも左バッターのこれ開くんですけど、ここに日本のスポンサー入れるんですよ。読売新聞とかイオンとか入れるんですね。いわゆるバーチャル広告、そういうのを入れて、そのバーチャル広告によって電通は実は2倍、 1.5 倍で赤字だったものを、これね、実際大黒字にしたという話は聞いてます。まあこういう形で、まあ要は NHK と電通では戦ってきたんです。でなぜ NHK は電通と戦ってきたかっていうと、こっちはだから商業主義だから、お金を儲けることばっかり考えていて、電通を警戒しとかないと民放テレビや文春とかがむちゃくちゃなことを書いてくるから、日本を守るために電通と戦ってきたっていう経緯なんです。これ海老沢さんはそう言ってました。 NHK のね、海老沢会長はそのようなことを言ってました。彼にそういう話も聞きました。商業主義と情報主義だから、 NHK 以外の文春もテレビ局も全部金儲けなんだっていうことを僕は海老沢さんに教えてもらいました。海老沢さんはお金にもクリーンな人です。女性関係にもクリーンな人です。こんな素晴らしい人が結局は電通と戦って負けました。それは週刊文春による芸能、 NHK の芸能セクションのスキャンダルを暴かれたんですね。ちなみにそれを暴いた人が、先日大阪ローカルテレビに出てた中村龍太郎さんって記者で、ガーシーのことについて喋ってた人です。あのテレビに出る前に僕にも電話をいただいて、ガーシーは今後日本に戻ってこないってのことを言ってたんですが、そういうつながりが出てくるんですね。ちょっと面白いと思います。海老沢勝司さんを追い落としたのは文春の中村龍太郎さんで、中村龍太郎さんはもちろん僕は2005年文春に協力しましたから、今もそのラインがあるんで、その今だから日本を潰そうとしてるのはやっぱり文春なんですよ。で僕は海老沢さんにそれを、 NHK を辞めてから聞いたんですけども、このNHK を辞めてなぜこれに気づいたかっていうと、確か2008年だと思います。 NHK 辞めて3年後に海老沢さんに電話しました。何がきっかけで電話したか、ここがちょっと本部にかかってくるんですが、今回問題になっているオリンピックの放送権料とかについて、それまでは NHK が直接 IOC っていうんですが、国際オリンピックインターナショナルオリンピック組織委員会 IOC直接やってたんです。
これ僕の YouTube をご覧いただいている人は何度も知ってると思うんです。何度も言ってますから。ところが2008年の北京大会からなんと NHK 電通経由して電通を間に挟んで IOC と契約することに変わったんです。私が辞めたのは2005年、2008年のいわゆる、上海ですか、上海、北京か、北京か上海か、まあ、それは中国です。中国の大会から電通が間に入りました。これはどこにも公表されていません。公になっていません。しかし私はそれを見抜きました。何を見抜いたか。 NHK と IOC が直接契約しているときには NHK はドル建てで払ってます。 NHK はオリンピックの放送権料については公開してるんですね。ちゃんといくら払ったか。この時の支払い額というのはドル建てで払っていますから、日本円で言うと最後何百何十何円まで出てくるんです。日本円をドルに換算して4回払いしてたと思います、確か。ところがこの北京大会以降、中国の大会以降は電通が入ったので、これもちろん外国へのスイスへの送金なので消費税かからないんですよ。ところがなぜかこの2008年の大会からは消費税が入った丸い数字に変わっていたんですね。つまり電通と IOC でお金を払って電通は NHK に請求書を出すので、これ国内取引に変わったんです。でしかも価格が2倍ぐらいに上がってるんですよ。2倍までいかなかったけども確か 1.5 倍とか上がってるんですよ。電通の利益がそこに入ってるんです。オリンピックの放送権料っていうのは夏冬を合わせると、おそらく500億円ぐらいです。500億円の 20% ぐらいピンハネするんですよ。つまり100億円儲かるんです。ただ間に入るだけで。このように電通は海老沢勝治さんという人間を NHK から追い出し、まあ私も NHK を出たことによってどんどん外国の企業というか、まあ電通側がむちゃくちゃなことをしていって現在に至るっていうことなんです。だから2006年あたりから私が辞めた後に NHK は受信料を払わない人に対して裁判を始めたのも電通の影響だと私は思っています。もちろん NHK の会長変わっていきました。2005年、海老沢さんの後を継いだのは橋本さんという NHK 生え抜きの人です。まあ一応 NHK の技術局の人なんですけど、まあ橋本さんが NHK の会長になってまだマシだったんですが、橋本さんもインサイダー取引ってね、 NHK の入ってくる情報、 NHK だから早く入ってくる情報をニュースを出す前に NHK の職員なんと3人、この3人バラバラに3人がインサイダー情報、 NHK の職員だから入ってくる情報をもとに株を売ったり買ったりして、それを責任取って橋本さんは辞めたんですけど、その後に入ってきた会長全部ここの息のかかった人です。電通の息のかかった人たち。最初に入ってきたのが福地さん、アサヒビールのスーパードライを売り出したアサヒビールの福地さんが来ましたね。でその次に JR 東海の松本さんという人が来て、そして、三菱商事のもみーさんが来て、その次上田さんはちょっとどこの会社か分かりませんが、まあいずれにしても一つ前の会長上田さんで、今の前田さんはみずほ銀行、全部外部の民間会社から NHK に来てるんですが、その人たちは全部電通と関わりがあると言っても過言じゃないです。ということで NHK は実は電通に乗っ取られているっていう状態になってですね、もう日本の中で本当のことを言ってもなかなか通らない。僕は言いましたよね、テレビは国民を洗脳する装置であり核兵器に勝る武器である、テレビにとって都合の悪いことを隠すと言いましたよね、言ってますよね。でそういう中でテレビの王様というかテレビの影響力を一番、まあテレビ局に対しての影響力を一番持ってるのは実は電通なんです。ここを理解できない人が多いんですよね。だって出てこないから、電通って会社なんか日頃出てこないから。ところが電通というのは巨大な力を持っていて、 IOC であるとか FIFA サッカーとかオリンピックはね、ここを通さないとできないっていうのは、もう彼らに嫌われると何言われるかわからない。だから電通の下に花王であったりロッテであったりサントリー、この
綾野剛君を使っていたスポンサー全部ね、電通の下にあるんですよ。電通経由しないとテレビ局で CM 出せないんですよ。つまり電通の機嫌を損ねると企業はテレビ CM を打てなくなって、どんどん衰退していくから電通の方が力が強いんですよ。でこういう状態、もちろんね、スポンサーの方が強いという考えもありますよ。だってお金出す人いないと電通がやっていけないから。でこういう流れの中で電通に対して物申す人がこの国にはいないと思われていたところに、東京地検特捜部が家宅捜査に入ったということなんですよ。電通が一番この国の組織一番強いということが歌われていて、そう思われていて、僕もそう思っています、今もね。ところがその電通に捜査のメスが入ったということで、さあこれからどうなるのかを推移を見守っていきたいんですが、ガーシーが当選したことも私は原因の一つにあるんではないかと思ってます。これから世の中の隠し事、隠せない時代に来たので、これはもうどんどんやるべきだと。僕はだからこれガーシーの影響って書こうとしたんですけど、漢字がちょっと出てこなかったので、ガーシーの影響もあります。そして安倍元総理がお亡くなりになった件もあると思います。これはちょっと陰謀論になるかもしれません、何の根拠もありませんが、安倍昭恵さん、総理の奥さんですね、元総理の奥様、未亡人になられました。それはもうお気の毒で仕方がありませんが、昭恵さんは実は元電通です。電通の社員をしてた時に安倍さんと結婚されています。その後もちろん電通辞めてるんですけども、安倍昭恵さんが電通で働いていたことを知ってる人の方がこの国は少ないんじゃないでしょうかね。もちろん電通には亡くなった成田豊さん、そして、今家宅捜索されている高橋治之さん、安倍昭恵さんも、まあ別に安倍昭恵さんがそこまで強くつながってるという意味じゃないんですが、少なくともこれまで電通はむちゃくちゃしてましたよ。高橋まつりさん、このその高橋さんじゃないですよ、電通で過労死した高橋まつりさんの時ぐらいに電通がいろと言われました。でもその後電通もかなり改善していると聞いてます、業務のやり方ね、それでは改善していると。だからこのもう電通に対して東京地検が動けるような環境になってるっていうのは、一つはだからテレビがどんどん衰退してるから、スポンサーは電通を経由しなくてもYouTube 広告とか打てるようになってるんですね。だから電通が衰退していることも一つの理由でしょうし、安倍元総理がお亡くなりになったのも一つの理由だと思います。で、この高橋さんが所属している JOC ですね。 I は国際ですから JOC 日本オリンピックの元会長ですね、組織委員会の会長森喜朗さん、森喜朗さんでこの喜朗あったかな、これちょっと違うな、喜朗さんだな、これ喜ぶって言っちゃう、こんな人ですね。元総理の森喜朗さん、この人が会長だったことは皆さん覚えていると思いますが、いわゆるオリンピックと政治家、いわゆるスポーツと政治の結びつきっていうのも半端ないんですよ。で、この下にいろんな政治家が絡んでます。もちろん皇室も絡んでますからね。 JOC の会長はもともと武田邦和さんかな、国彦、乗馬連盟の会長でもあるんですが、いろんな人がこれオリンピック利権に、入ってるっていうことなんです。で、ちょっと僕も分かりやすく伝えると言いながらかなりポロポロと飛んでいってるんですけども、それはもう本当申し訳ないと思うんですが、僕がこのことをよく知ってるっていうのは、まさに海老沢勝司さんが主催するアマチュアスポーツ新春アマチュアスポーツ新春懇親会というパーティーを海老沢さん主催で私が全部仕切ってやっていたんです。1月の15日第2週ぐらいの平日の夕方6時ぐらいに NHK の21階の大会議室をですね、露店、いわゆる食べ物とか飲み物をねどんどん置いて、それで昨夜をも、いわゆる招待者にビールとか食べ物全部お土産まで渡すんですよ。そのパーティーを僕が主催してたんです。受信料で誰呼ぶねんと、パーティーを主催して誰を呼ぶんですかと。
言うと、実は森喜朗さん、この人政治家ですけど、トランポリン協会の会長でもあります。当時まだ、麻生太郎さんも、こっちですね、ライフル射撃協会の会長で、麻生太郎さんも呼んでました。他にも、綱引き連盟の中曽根さんの息子さんの方ですね、今、まあ、息子さんというか、まあ、中曽根さん、他にもいっぱいいます。トランポリン協会は、トランポリン協会は森さんだな、陸上、陸連は河野洋平さん、あと、ソフトテニスは海部俊樹さんとかね、まあ、いっぱいいるんですよ、政治家が、スポーツの世界に。で、スポーツと政治とメディアっていうのは、もう密接に関わってるわけです。テレビ局はスポーツ中継すると視聴率が取れるから、NHK も受信料が伸びるからスポーツやりたい。で、スポーツの人たちは露出をしてほしいから、政治家を理事とか会長にして、で、NHK に働きかけてもらうんです。メジャーなところはそんな来ないですよ。でも、まさに、綱引きとか太極拳とか、ソフトテニスとか、卓球とかね、そういったところは会長を使って NHK 側に放送してくれと来るわけですよ。で、NHK は、まあ、民放では採算が合わないスポーツ中継をやるっていう流れでやってきたと。そういうことがずっとあるんですよね。だから、ここの、その、電通に対して今回メスが入ったっていうのは、これ本当電通と政治家の癒着っていうのは半端ないです。さあ、どんなものが出てくるんでしょうかね、これから。これまさに、プロローグです。序章です。ISL の高橋さんが青木から4500万円もらった。月100万円。この人からしたらもう本当にお小遣いですよ。この ISL 時代に多分何億っていうお金、ひょっとしたら何十億とかっていうレベルのお金をもらってる人なんで、高橋さん自身がまさかこんな月100万円ぐらいで捕まるとは思ってなかったんでしょうね。だって電通だったらもらっていいから、株式会社だから。いくらでも賄賂もらっていいんですよ。ちゃんと納税だけしとけばね。ところが、みなし公務員といって、電通からオリンピック組織委員会というね、国の組織に入ったんで、公務員だから月100万円もらって青木の便宜を図ることが贈収賄に引っかかるっていうことなんですが、まあこれを言い出すと森喜朗さんなんかも相当やばいことが出てくるんではないかなと。そもそも悪いと思ってないんですよ、多分。高橋さんは今回青木から100万円もらっても、俺別に青木の口利きしてないしとかって言ってるんですけども、そもそもこれまで電通の人たちがそういうことをしても警察が動かなかったから、検察や警察が。だから安心してないと思いますよ。で、僕もと思って、まさかね、20年前に NHK の経理担当者として、まあ、スポーツ報道センターのこういうことをね、僕会議でもやってましたから、ISL 高橋さんどんなこと言ったかって未だに覚えてます。これ部長の白田さんという部長がこう言ってました。ワールドカップサッカー2002年ね、向こうのいいね、確かね400億とか500億とかちょっと法外な額を言ってきたんですよ、 ISL 高橋さん。これ ISL っていうのがワールドカップサッカーの権利を持ってたんですよ、2001年までね。で、それでこちらがそれは高すぎるということを言ったら、 ISL の高橋さんはこう言ってきた。日本のそのジャパンコンソーシアムっていうんですけども、 NHK と民放5社が一つになって交渉することは独占禁止法違反である。これは買う側が一体になって一つのものについて交渉に行くと、こちらとしたら交渉する相手がいないから、それは独占法禁止違反だと言ったんです、この人で。NHK スポーツのその白田さんはもうとんでもないこと言って言ったんですけど、僕は、いや確かにそれはそうだよねと。それは一理あるよね。だって別に NHK は、この時の NHK っていうのはジャパンコンソーシアムといって、この下に何があるか、ジャパンコンソーシアムで調べてもらえばいいですけども、この下に NHK もあれば、日本テレビもあって、もちろんテレビ朝日とか、TBS とかもここに入ってくるわけなんです。
日本のテレビ局を代表して NHK がジャパンコンソーシアムという形で ISL と交渉したことが独占禁止法違反だっていうことで、契約はもうこれで終わりだって一方的に通知してきたっていうのを聞いてるんです。もう来年のワールドカップサッカーできないんじゃないか。でももちろんそれは交渉上のね、釣り上げるための作戦だから、その後実際オリンピックワールドカップは NHK と民放で放送しましたけども、そういった交渉をしたのが高橋さんで、僕はまあすごい人だなと。だからあの裏側で高橋さんという人がめちゃくちゃ動いていてですね、まさか20年後高橋さんの家にあの東京地検が家宅捜索入るなんて当時からしたらありえないことなんですよ。もうこの人は電通の成田豊さんのまあ右腕というか、もう電通を一緒に支えてきたような人なんで、高橋さんがこう贈収賄でやられるなんていうのは、あのもうちょっとね驚きがいないんですよ。だからこの後何が出てくるかっていうのは本当にね、あの真面目に働いてる日本国民は期待してください。これ僕ね本当にガーシーの当選も決してあながち影響してないとは言えないですよ。これまでだってもう闇に隠されてきたでしょ。そもそも電通って何してる会社っていうことを国民の半分以上知らないと思いますよ。テレビ局よりも電通の方が強いと思ってる人多分少ないと思います。そもそもテレビ局で電通っていうだけでダメな時代があったぐらいだから、電通って会社名も出せないから、電通から ISL に出向した高橋さんっていう名前すら出せないよ。それぐらい電通が強かった時代があったのに、今は電通が衰退していることが驚きなんですよ。だからこの先当然電通の本社に家宅捜索が入りました。もちろん高橋さんのところにも家宅捜索が入っていますと。とするとこの武田恒和さんね、この人はもうちょっとまあ否定してますけど、この人ねフランス当局からオリンピックをね誘致するときに賄賂をもらったって言われてる人で、それが理由で辞めたわけね、武田恒和さんは。いろんな人のまあ問題点がこれから出てくるんじゃないかなとは思ってます。で、そう一番大事なことを最後に言いますが、オリンピックで何なんでしょうね。これポイントはオリンピックによる不祥事なんですよ。最後にこれで締めますが、オリンピックとはこれは昔はねプロは出ちゃいけなかったんです。スポーツでお金を儲けてる人は出ちゃいけない、素人のいわゆるアマチュアスポーツの世界最高峰の大会だったんです。それがどん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 商業主義に走ってプロの選手がオリンピックに出るようになり、スポンサーがどん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 ついて、もうお金儲けのイベントになっちゃったんですね。で、1回目の東京オリンピック、私が生まれる前1964年10月10日に開かれたんですかね、1回目の東京オリンピックっていうのは、これはですね日本が戦争が終わって約20年まあ経ってないぐらいですけど19年、日本の高度成長を支えること、まあ高度成長を見てもらう、世界に見てもらうこと、そして何よりも新幹線が開通し、東名高速、名神高速が開通し、いろいろなインフラが整備されたんです。オリンピックが終わった後も使えるインフラがたくさん整備されたんですね。ところが2020東京オリンピック、まあ実際行われたのは2021昨年でしたけども、東京でオリンピックを行うメリット何一つなかったんです。インフラ面では別に東京オリンピックがあるからって言って空港ができたとか新幹線が延長された、高速道路が整備された、ないですよね。オリンピックの前と後では全然変わってないんですよ。例えば広島アジア大会っていうのが行われた後は、広島にはアストラムラインとかっていうね、そういうモノレールみたいなのが走ったりとかして、後々スポーツイベントをやった後にはその町のインフラが整備されるんですね。交通の便とかは良くなるんですよ。ところが東京オリンピック2020大会なんて何一つ残ってないです。ところが電通にすごい、オリンピックによる利権によって電通が儲かるから、企業がいわゆる物が売れるからね、金儲けのためだけにやったんですよ。2015年、未だに覚えてます、9月、おもてなしおもてなしとか言って東京が選ばれましたよね、開催地。
あれもう一つ有力候補だったのはイスタンブールです。トルコのイスタンブールですね。トルコのイスタンブールなんてまだね、全然交通網とか発展しないと思います。一回もやったことないわけですよ、トルコで。なぜ二回目の東京でやるのか。もうお金の力だけなんですよ。どう考えてもイスタンブールでやるべきなんです。2015年のあのオリンピック、東京オリンピックが決定した日、実は私は2013年ですね、大阪府の摂津市議会議員選挙に初めて選挙に立候補して負けた日なんですよ。もう本当あの時絶望でしたね。皆さんは東京のオリンピック来て万歳みたいなことやってましたけど、僕からしたらもう電通儲けるだけ、もう汚いやつらが儲かるだけ、こんな東京オリンピックが決定して喜んでるなんて考えられない。ましてや自分が選挙に落ちるっていうような日、覚えてますよ、未だに。やっと変わってきたっていうことです。オリンピックの本来の目的はその国を、経済を回すとかインフラを整備するっていうのが目的であって、その一企業が儲けるためにやるなんてのは言語道断なんですよ。もちろんその企業が儲けるだけだったらいいけど、その企業の役員さんたちが裏金によって売る方なんてやっちゃいけないことです。だからまあフランス当局が動いたように、日本の検察もですね、やっと電通を怖がらずに動けたじゃないか。その裏側にはガーシーの当選や安倍元総理の死去によって電通に対しての忖度が働かなくなったんではないかなと思ってます。ということでね、もちろん僕の言ってることが全部正しいというのは僕自身も思ってません。僕の推測も入れていますので、皆さんぜひこの電通に関するニュースですね、今回の高橋さんという人が家宅捜索、まだ逮捕はされていません、誰もね。でもこの家宅捜索によって、いろんな資料が出てきて、いろんな人がこれから政治家も含めて、疑いがかかっていくと思いますので、今回のこの電通のオリンピックに関する事件については、これからも詳細をですねお伝えしていきたいと思いますし、皆さんも注視してこの関係のニュースご覧いただければ、日本が変わっていくことをですね、身近に感じれると思います。頑張りました。以上です。統一地方選挙に勝って NHK をぶっ壊す。